でいくらかかってます？総額は50万ですね、部品代合わせて。この上のやつとかの値段とか聞いてる？このパトライトはとあるオークションで競って競って今2000円で落札しました。競って2万なんです。競ってで、もう一個出てたんやけど、こっちが先に終わる方やって、これ終わった後のやつが倍ぐらい跳ね上がってました。はい、これが本間物パトカーについているサイレンアンプ。やばいかな。まあまあ、パトカー以外でも高速道路とかの人たちも使ってはるから。で、これを電源入れて、で、これは手動で、これでちゃんとああっていう風に喋りはります。これも全部1個セットなんですか？いや、これだけ別で、このやつ、上のやつと一緒についてきたんは、消防車のサイレンアンプで、最初つけようかなと思ったけども、もうやっぱりちょっとそこはパトカーにしたかったんで。まず別で2万ぐらいかな。あ、それでも2万ぐらいぐらいで、なんかその売ってはった人がここの枠白いのを LED をなんか変えてはるみたいで、実際はちょっとあの昔の車の足元とか照らしてるような緑のしょぼいランプらしいです。はい、京都県警はシールです。ただ実在しなければいいと聞いたので、これ言っていいかな。まあまあ、赤い方はカットします、ね。一番部品代値が高かったがこいつ、とあるオークションで1点限りで3万5000円かなんかで、こんなん持って手に持った瞬間、こんなんでそんなすんの、ただのぼったくりやんって思ったけど、まあもうそこは求めるものがあるから、まあまあ買っとこうということで買っときました。だいぶちゃうもんね、これやるだけ。一番正直痛かったんです。